こんにちは、昆虫最強さんです。プロフブリリアントという YouTuber がいるけど、おそらく俺はプロフブリリアントのサブチャンネルの動画、今日初めてアフリカの昆虫についてやるけど、今回は日本にいるコブヒナカマキリ科に属するの蚊に仲間に入るカマキリを紹介します。これはヒナカマキリの仲間。おそらくこのちっちゃいキリギリスをあげているけど、この5ミリのキリギリス、それとも7ミリのキリギリス、これ気づいていないけど足一つも壊れた。まあまあ、一番良かったのは、カマキリというのは、一回足が壊れた時に脱皮したら、治るのが一番です。はじめ、このカマキリが、どういうように動くか見せる。怖がってる時に、これをしたら、早く動く。これおそらく木の皮とか、それとも石の真似をする種類のカマキリ。これ本当はヒナカマキリ属、アマンティス属に属するカマキリかもしれないね。しかし、いつもお願いしているカマキリちゃん、このキリギリスを食べてよ、体にいいよと言ってるし、キリギリスちっちゃいし、5ミリぐらいも離れたり、それとも1ミリぐらい離れてもカマキリが狙わない。これはメスなのになぜ狙わないか知らない。ほら、ちょっと見せてあげる。ほら、食べて。ほら、ただメスなのにすぐ逃げちゃう、この餌に。なぜなの？あと、前見つけた時に死んだふりやってると思ったら違う。これをやってる、こういうように潰しているように見て、木の皮に、隠れ、木の皮の真似をして、飛び虫とか、それともちっちゃいハエとか、森林のゴキブリとか、こういうキリギリスを餌にさせている。しかし、アフリカのカマキリのことを話しているから、もっと見たカマキリをちょっと見せてやろうと思います。あれれ？狙おうとしたけど狙わない。でもなぜカマキリ狙わないの？では自分の前足は霊の速さはすごい速いから絶対狙うと思うけど狙わない。これ本当は世界最強、やっぱりカマキリというのは世界最強な昆虫じゃないけど、ちょっと他のカマキリを見せようかな。ちょっと足挟んでしまうよ。よし。じゃあ今度僕日本に住むからここに来た理由は虫観察、言えればこの動画を作る。じゃあちょっと日本人がよくも知らないカマキリを見せようと思います。じゃあこの3匹の中に見よう。逃げる。これどっちでも日本の、これどっちでも日本のウスバカマキリに似ている、ゼブラカマキリとユーカマキリ、いわゆる特徴を成虫から教えます。まず成虫から特徴を見たら、成虫が後ろ羽がゼブラ
シマウマの模様がついているからゼブラカマキリと呼ばれている。これはオモマンティス属に属するカマキリ。はじめこの二人にバッタあげたら食べらないか心配したけど、なんと食べたね。今度はの日本のヒナカマキリに似て、日本のハナカマキリ、ヒナカマキリに似ているカマキリ。これはの名前わからないけど、名前わからない種類んだけど、これただわかってるのはこれ飛ぶメス、メスオスどっちでも飛ぶなのを気づいて。やばいやばいやばい。お、よかった。これは日本のヒナカマキリと違って、で5センチか70センチだね。しかしこの木にちょっとちっちゃいゴキブリ入っているけど、ゴキブリならカマキリのいい餌になれる。これ本当は大パニックじゃないと思います。では昆虫最強さんだけど、これは僕の動画はカマキリになるかもしれないけど、よくも日本人たちはカマキリを探すから、ぜひチャンネル登録をよろしくね。なんじゃないよ。ねえね。おい、どこへ行くんだい。あれれ。何？なぜ狙わないのか。狙わないなら、キリギリスと一緒にこの中で入れろ。何？何のためなの？はい、これで餌食うのか？